皆、気になるニュースに物申す。私はバーチャルユーチューバーの物申す。さて、今回は日本から中国への心温まる支援について語ろうがね。まず、岸田総理が中国の地震に対して習近平国家主席らにお見舞いのメッセージを送ったの。関祖省での地震は深刻で多数の犠牲者と被災者が出たのよ。日本が必要な支援を行う用意があるって言っているけれど、皆、どう思うえっとね、一部の声は過去の経験からただの ATM として使われてはいけないって批判してるの。でもね、ここで私の考えを伝えたいの。相手国を支援 人道的な優しさだけじゃなくて国際社会での連携や相互理解を深める戦略的な行動なの例えば四川省の地震の時の日本の支援は中国人の感覚を変えたって話もあるわだから見返りを求めるのは時として短絡的よね同時に支援は賢く効果的に行われるべきよ単なる金銭援助ではなく国際緊急援助隊の保険や技術の提供を暖房器具の支援など具体的に市民を励ます形でね究極のポイントは支援は感謝され連携が強まることぜひ記者世間には賢明な対応を聞きたい 期待したいわね。最後に、今回の支援が、日中両国の友好取理解を深める一歩になることを私たちも見守りたいと思うわ。支援をどうすべきか、皆の意見も聞かせて。さあ、物さるそうじゃない。